アフリカアンス語、アフリカアンス語、アフリカアンスは、インドヨーロッパ語族のゲルマン語派で、西ゲルマン語群に属する定地ドイツ語に属し、オランダ語から派生した言語である。純言語学的には、定地ドイツ語のうち定地、フランク語、定地作戦語と禁煙関係にあるの中の一方、ことであるとされるが、下記に示す通りその独特な語彙から定地ドイツ語の、 中でもオランダ語オランダ王型こととは別の方言だという説も有力である。クワズール・ナタール州以外の南アフリカ、共和国全土に広く普及しており、オランダ系白人であるアフリカーナー、かつてはブール人と呼ばれたが、母語とするほか、カラード、白人と黒人など有色人種の根欠にも母語とするものが多い。南アフリカ共和国の公用語の一つで、 ヨーロッパ系言語の中で最も新しい言語である。オランダの植民地であった頃に政党オランダ語を基礎に、ヨーロッパ移民の話すフランス語、ドイツ語、ポルトガル語などの欧州書語、現地の先住民が話すバントゥー書語、コイサン書語、さらには奴隷として連れて来られた東南アジア系のマレー語が融合してできた言語であるが、イギリスの植民地になって以来今日まで、 英語の影響を非常に大きく受け、語彙や文法の随所に英語的用法、用語が溢れ返っている。また、正当オランダ語より派生してから文法が大幅に簡素になり、複雑な語尾変化や時制、漢詩の性別が消滅した。その発展過程において、マレー語の影響も強く受けたため、学者間でゲルマン語かクレオール語に分類するかで大きな論争が起きたこともあるが、 当時の白人政権下では、ジュンゲルマン語説が強くおさった。なお、低地ドイツ語を一つの言語として見た場合、北ドイツ方言とオランダ方言、フラマン語も含むの差よりもアフリカアン語、アフリカンス方言との差の方が大きいという説が有力である。このことは逆に、オランダ語を政治的理由で独立言語として扱うならば、アフリカンス語も独立した言語であるとの主張の、 根拠にもなっている。現実的、日常的にはかつて、オランダ語の方言であったが、旧白人政権の下で、正式の国語となり、オランダ語から独立した言語となったと言える。1976年に、当時の政府が、黒人の指定に、全教科を、アフリカアンス語で学ぶ、要強制しようとして起きたソワエト法規により、アフリカンス語は、 圧生者の言葉として世界に知られることになる。他方、極中にあったネルソン・マンデラが監視とコミュニケーションをとって相互理解を深め、ひいては彼らの考えを変えていくためにアフリカンス語を学んだことが知られている。1994年の黒人政権誕生以降、それまで英語と共に教授してきた南アフリカ共和国内における、 共通語としての座から実質的に滑り落ちた。現在でも、南アフリカ共和国の公用語の一つではあるが、アパルトヘイトのイメージが付きまとうために、大学の教授言語から追放される、東アフリカンスゴア者に対する逆差別も起こっており、公用語としての地位は大きく低下しており、厳しい立場に置かれている。しかしながら、メディアにおいては英語に次いで使われており、北ープ州と、 西ケープ州では最も話されている言語である。隣国のナミビアでは公用語ではないものの共通語として広く用いられている。現在の使用人口は約650万人である。南アフリカ共和国13.5%のほか、ナミビア10.4%で主に使われている。他にボツワナ、レソト、スワジランド、ジンバブエ、ザンビアにも和書がいる。また、 オーストラリアとニュージーランドでも移民したアフリカーナによって話されている。北ケープ州53.8%と西ケープ州49.7%では最も使われている言語である。他にフリーステート州12.7%、ハウテン州12.4%、東ケープ州10.6%、北西州9.0%、 ムプマランが週7.2%となっている。南アフリカ西部では最も使われている言語であるが、公用語としての地位は境外化している。白人のアフリカーナーと白人との根血のカラードによって話されている。一部の黒人の間では、アパルトヘイトの言語として拒否感が強く残っている。しかし、2011年国勢調査によると、 黒人の中でも60万2166人がアフリカンス語が母語であると回答している。減損する唯一のアフリカーナーのみの集落で歩きたケープ州のオラニアではアフリカンス語がほぼ唯一の使用言語となっている。ハルダップ州44%カラス州41%では最も使われている言語である。他にホマス州ント。 エロン語州22、22%、オマヘケ州12、12%となっており、南部中心に使われている。白人の言語としてのみではなく、主に黒人の移民族間の共通語としても、使用されている。文法面では、オランダ語は、動詞は認証によって変化するが、アフリカンス語では変化しない。発音、表記に関しては、オランダ語のイチに対して、アフリカンス語では、 y と表記する。f, v, w の発音の区別はむしろ、ドイツ語式だと考えた方が良い。オランダ語の v は、f に近く発音されることがあっても、一応、f と v は別音素とされるのに対し、アフリカンス語ではこれらを区別せず、f, v とも、f と発音し、w はオランダ語では、新視接近音。だが、アフリカンス語では、f の優勢音。 V と発音する。ただし、外来語南アフリカの先住民の言語を含むでは、V は、原音が、V の場合、V、W は、原音が、W の場合、W と発音する。高等教育を受けた、アフリカンス語の話者は書かれたオランダ語を問題なく、読めるケースが多い。しかし、アフリカンス語の話者と、オランダ語の話者とが、それぞれの母語で会話する場合などは、 文面の際などより、むしろ、語彙、発音面の違いにより、両者の会話が著しく困難になるケースが多く、多くの場合英語で、意思疎通を図るのが通例である。アフリカンス語はオランダ語から派生してから約400年弱と、歴史も浅くその地域ごとにおける方言も、他の西ゲルマン語、例えば、ドイツ語のように場合によっては異なる地域の出身者。 同士の意思疎通を困難にするほどの際立った言語的相違は見れない。アフリカアンス語における方言は大まかに下記の3つの方言グループに分類される。このうちオーラン・ハリビア・アフリカアンスは主に北、ケープ州で話され、語法的にも、発音面でも、標準語に比べ比較的際だった相違を示している。語法や語意面では、先住民小遺産の影響を受けている。 キャプス・アフリカーンスは西ケープ州で話されている方言の総称であるが、主にアパルトヘイト時代に和社が帰属していた人種グループにより、さらに細かく定義されている。こういう意味で、キャプス・アフリカーンスは地域方言というより、むしろ社会方言と言える。ケープでは距離として 5km と離れていない旧白人居住区と、 旧カラード居住区で違いの大きい別個の社会方言が話されており、電話などで会話しても、ほぼ即座に電話の向こうの人種が特定できるほどである。また日常会話における表現でも、など用法に人種ごとに大きな違いが見られる場合が多い。同じインドヨーロッパ語族のヒンディ、ヒンジと同様に、アフリカンス、アフリカンスのみで言語を表すため、本来は、 豪富する必要はない。中国語では南非語、南アフリカ語や南非ニラン語、南アフリカオランダ語、アヒリタエル格語、アフリカアンス語の音訳などと呼ばれる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。